ちょっと早かったね。ちょっと早かったですけど、夜桜、もう多分桜最後ですよ。これね、昨日風が出たから夜中1時半ぐらいですけど、トイレに起きたら風が出てきたんでね、いけるかなと思ったけど、あ、もうちょっと遅いな、3時や。3時に起きた時に風が出てきたから花びら取れるかなと思って行ったけど、ダメやったな。なかなかやっぱり花吹雪に出会うのは難しいですよ。ももさん、キツネアタックさん、こんばんはです。今夜もよろしくお願いします。お月さんがね、もう結構大きいですね。明日満月って言ってましたからね。質問コーナー入ってるかな。え、質問コーナーまた飛ばしとるやん。7226じいさん、4日、ビームプードルさん、昨日の出来高で、昨日の出来高、これ昨日見てある。ももさん、ありがとうございます。今日の出来事、重大発表、重大発表その1は、いや、その1何やったんかな、俺、あれ、俺何やったかな。歯医者が今日2つ重大発表あったんやけど、重大発表やないけど、いや、1つ忘れた。何やったかな。歯医者良くなった、歯医者は良くなった。そや、今日は何の記念日か、何の記念日か。そやそや、歯医者はこれは朝一で止めてもらったら痛みは消えた、痛み消えた、バッチグーですよ。さて、今日は何の記念日でしょうか。今日は何の記念日でしょうか。当たった方には座布団を差し上げます。ちょっと難しいかもわからんけどね、記念日や。今日の重大発表、ヒントは衣替えです。もう衣替えって言ったらもうあれやな、お答え出たみたいなもん。たまこさん、こんばんは。たまこさん、えめこちゃん、えめちゃんがいなくて寂しくないですか。京都行きましたか。たまこさん、アンパン記念日。あ、今朝アンパン食ったよ。パンも高くなったね。パンも高くなった。100アンパン1個が180円やったかな、150円か。前110円やったアンパンが150円や。
ほいで180円やった帽子パンが250円になっとった、ね、ちっちゃいの3つでね、ミニ帽子わけ、お釣り600円もらったけど、パンも高くなったなぁと思いました。まあまあお肉とかね、あんなん高くなっても俺半額しか買わないからどうってことはないですよ。今日は焼肉しました。鶏のせせり2割引き、これはまあ240円ぐらい1パックね。で牛のハラミではなかった、牛の焼肉用って950円が半額で425円か。フライパンで炒めて、日本食券の晩餐館やったかな、ニンニクなんとかいうやつつけていただきました。お弁当は398円の4割引きです。藤井さんこんばんは。今日は何の記念日でしょうか。今季最後の仁淀川の桜です。多分最後になるんかな。本当は花吹雪を撮りたくて行ったんですけど、意外に根性があって、今日は何の記念日でしょうかっていうのはちゃうねん、久武にとっての記念日、今日の重大発表や、重大発表、カミングアウトや、久武のカミングアウトですよ。ここが良くなかったな、ここが良くなかったね、カットし忘れてた。夜桜いかがですか。星空と夜桜です。昨日はもうお月さん結構明るくなってたけど、意外に映るもんやね。早く次の新月、次の新月が狙い目ですよ。桜がちょっとオレンジ色になってるけどね、もうちょっとマゼンダ引いた方が良かったかな。他にもヒントちょうだいって、衣替えって言うたらもうあれや、衣替えはこんだけのヒントないと思うけどね。俺の影が映ってるやん、これ影が映ってるやん、こんなこれいかんかったなこれ大失敗作です。藤井さんありがとうございます。投稿ボックス、藤井さんの投稿ボックスにも名前変えないかなはい、
あーこの前からね、あれ結局俺が植えてたアジサイもこれからなんや、あの赤いラッパソウ全部捨てられた。今現実に歯が出てないやつは全部捨てられるもんね。もみじも怖いこと捨てられよった。おひさだけも捨てられるで。捨てられたら藤井さん拾ってね、カバン持ちするから。早くチャンネル登録1000人になってください。 YouTuber のお給料では飯食えない。いやいや、だから歯が出てないから枝だけやったんで枯れてるで。去年も捨てられない。山アジサイよ、山アジサイ捨てられない。こんな枯れてるようなもん、枯れてるって冬場は葉っぱ出てないよって。山アジサイ、あの結構綺麗な色やったんですけどね。完全にあそこ映ってるやん俺。346人おめでとうございます。さっきは長いぜね。あ、そうか、残念、登録済みやった。 KNS ベタムービーチャンネルも登録済みやった。やっぱ 4K って載せると伸びるんかな。昨日のお月さんを撮影してみました。お月さんで焼けてるね、空がね。今日もコウノトリがいました。ありがとうございます。びっくりしたね、朝の3時過ぎに散歩してる人がいてびっくりしたよ俺。突然電気が、あ、ライトが見えたんでびっくりして。散歩してたね、ワンちゃん連れて散歩してました。さてこれはどうやって撮影してるでしょうか。これはね、あの禁断の封じ手、禁断の封じ手やろうね。もう桜は今年は撮らないと思ってたんやけどね。もう桜はこないだので終わりと思って、まあでもまあもう一回
花吹雪を撮影に行こうかなと思ったけど、まあでももう結構落ちてるね。五分散りぐらいです。五分散り、満開すぎて葉も出始めたし。やっぱお月様明るいですよ。お月様も味方につけて夜桜撮影すると結構いいですね。これは逆光で撮ってる。このさっきの紫色のはね、青いトラックが通った、 LED つけたトラックが。これからアジサイまで何を撮影しようかなって。ほんまですね、うちの花も一時やしね。まあでもお月さんが出てるときはね、海撮ると綺麗ですよ。海を、海とか山とか撮る、綺麗で。これ ISO 感度変えて撮影してます。お月さんで夕焼け、夕焼けというかね、朝焼け。みるみるさんこんばんはです。実はね、お風呂から出てあっち履こうか履くまいかって思って、ヒートテックのズボンを履かなかったんよ。でも寒いな、やっぱり。昨年から一日たりとも手放せなかったヒートテックを手放した日なんです。昼間はいらないね。夜はでもやっぱまだ寒いな。やっぱヒートテックっていうのはすごいですよ。多少は散ってたんですけどね、こんだけ風が吹いてたらバラバラバラっていきそうなもんやけど、やっぱり花冷えで。あやめも綺麗ですね。今日はパッチから卒業した日です。夜はやっぱり寒いですよ。花勝負はもう咲いてますよ。花勝負咲いてる。カキツバタか。あ、今さっき飛びましたね。こんだけ枝が揺れてるんやから、もっとバラバラバラって。いや、パッチってズボン下のこと言うよ。パッチってヒートテックのズボンのことよ。おしたら今咲いてるのは何？カキツバタ？ツエアアヤメかカキツバタって。そう、高知ではパッチって桃引きのこと。あれ女性用もあるやろ。
分ないかな。あやめが早いのか。じゃあ今咲いてるのは畑に咲いてるよ。でもあやめってなんか池に咲きそうな気がするけど畑で咲いてるよ。タマコさん履いてます。パッチです。いやパンツの下は履くやろまあでもストッキングも同じようなもんやね。まあまあ女性はストッキング履くからね。ストッキングとストッキングの厚いやつがあるでしょ。ラクダのもも引き、あ、タイツか、タイツか。まあまあでもタイツもパッチもあのヒートテックも同じようなもんやね。全く一緒や。よしさんこんばんは。桃引きです。二コブラクダ一コブラクダあるんやね。こんばんは。 S A の S。 あー横か。指がちょっと短かったんやね。 S と A と押し間違いや。
はい、トシさん大丈夫ですよ。理由がわかったから。 A と S と押し間違ってるんやね。あれうちの店長なんか見ずにこう売ってるからね。見ずに売ってるからすごいよと思うよ。あれは俺なんかあの一文字ずつ打つからね。5本の指で打ってるもんね。カタ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 。まあこれちょっと事務所悲哀は。エアコン消してパッチ抜いたらスースーする。これ失敗やった。失敗やったね。はい、藤井さんありがとうございます。まあまあでも5本の指で打とうなんて無理や。何と何を打つって決まってるんでしょ本来は。今日はね、朝からずっとナスディを見てた。ナスディを。ナスディのおもろかったな。やっぱああいうサバイバルっていうの面白いね。2泊3日0円生活って言って。2泊3日0円生活で畑耕して種まいてるのにおかしいやろ。2泊3日の一人ぼっちの一人ぼっちの2泊3日0円生活って言いながらすでに4日目5日目とか言って今日は畑を耕すぞとか言って。無人島でね畑作って種まきしてましたよ。そういつまでいるのって。でそれには秘密があるとか言って。俺は部長にリモートワークって。リモートワークとは言ってない。リモートワークやって。リモートワークで仕事してくる言うて。まあまあでも仕事みたいなもんやね。タレントさんみたいなもんやからね。痛み止め大事ですよね。俺もあの痛み止めで今回あんだけ痛いのは久しぶりやったな。1日4回ぐらい痛み止め飲んだかな。ひどい。まあでも歯茎がね傷んでるから1,2,3のお薬もらってきました。1日目飲んだ。明日の朝2日目3日間服用してください。さあ間もなく9時になります。今日はあらかじめ皆さんにお断りしとかないか。藤井さんから2件お便りいただいてます。ベタの質問来てないからね。引っ張らないか。藤井さんの画像で引っ張らないか。ぜひ皆さん書き込みお願いいたします。
歯茎によもぎもんで治る、よもぎで治るの。いやあれほら、思いっきり歯磨くとか針でついて血を出せば痛み止まるっていうのは昔やったことあるけどね。でもそんな歯茎腫れてないと思うけど、多少腫れてるかなって。よくあれは言いますよね、なんや、昔セイロガン詰めたらいいとかね。まあ、知覚過敏の痛みと歯茎の痛み違うもんね。でったれ歯茎の痛みや。でも歯を止めてもらったらもう動かないから痛み止まりました。まあ、よもぎには殺菌作用あるんでしょうね。傷口に塗るっていうのはね、昔から怪我したら切り傷にはよもぎもんで、よもぎと一緒に巻くとかね。ビルビルさん、知覚過敏でガリガリ君が噛めません。今九州みかんっていうやつがごっつい高知に出回ってますよ。あ、うまい。ガリガリ君、九州みかん。熊本みかんかな。熊本の絵のついてるやつ。あれ、結構うまい。毒ダミはどうですか。毒ダミは大人なガリガリ君、お米のソーダが4月11日に発売されるそう。そうなんです。米のソーダ、お米のソーダってどんな味なんやろうね。どんな味やろう。不思議な味やね。はい、まいさんいらっしゃい、こんばんはです。お米のソーダ味、お米のソーダ味、日本酒的な味なのかな。あのスパーリング酒ってありますよ。スパーリング酒、酒のスパーリング。毒ダミは苦いです。妙薬口に逃がしと申します。気になるね。でも新発売やから言うて高知まで来るかな。初回ロットそんなに作るんかな。日本酒の発泡酒もある、いろいろあるよね。ノンアルのお酒ってあるの。ノンアルのお酒、ノンアルのお酒ってどんな味かな。でもノンアルビールっていうのはすごいよね。あの味はビール、まるっきりビールやもんね。まるっきりビールですもんね。もう久々にあれで十分です。ミルフルさん、うちはねローソンの隣にあるのよって。便利やね。うちもローソンの斜め、うちの30メートルのぐらいのところにローソンがあります。でも隣ではない。はい、9時になりました。改めまして皆さんこんばんは。じ
じゃあ行ってみようか、オープニング。ドン。デルフーデルフーデルフーと M サイズ。これはジャイアントにいかがでしょうか。デルフード 50g なんです。デルフードです。チャンネル登録よろしくお願いしますってね、関係ないか。はい、皆さんありがとうございます。なんでアジサイがあったのかわからん。これなんであったのかな、なんでこんなんがあったのかな。はい、ちょっとした操作ミスです。操作ミス申し訳ないです。これ実はね、この木の祠のキツネタクちゃんが祠いいとか言うけ、祠取ってあるよ。これ祠、祠の向こう側に車止めてある。車止めて自分で桜をライトアップして撮影しています。お月さんをバックに撮影しています。はい、今日はね、藤井さんから2台お便りいただ、2件お便りいただいています。今のとこ他にないみたいです。ベタの何でも相談室の動画画像投稿フォームのお時間です。7225番藤井さんです。今日のトレ高です。早速見ていきたいと思います。はい、トシさんゆっくりお休みください。コウノトリさんやね。コウノトリさんありがとう。この子たちは兄弟やったですかね。ゆきちゃんこんばんはです。姉やったかね。はい、わあ、これ一面やん。これ藤井さん今までなかった、新しいとこ開拓したの。400ミリしか持ってなかったからテレコンで引き伸ばしています。ねえ、綺麗ですね。菜の花、高知は菜の花もう終わりましたよ。もう種がついてる。花びら散っちゃった。藤井さんと撮影に行ったとこも今日通ったんですけどね、もうほとんど黄色の花は残ってなかったね。ジャングルノートさんこんばんは。いいですね、大山バックに。あ、盛りですねこれね、今ね。
大山も雪が溶けています。今日のやつはちょっとピント甘かったですね。ピント来てないね。400ミリのテレコンやからかな。ビデオキャプチャーみたいな感じになってるね。びっくりした。スマホの充電がなくなり久しぶりにノーパンになったらって何してるのって思った。ノーパソ出してる。一瞬びっくりした。ノートパソコンの略なのね。ノーパンって見えたからびっくりした。俺何してるのって。ちょっと落ちた。マジで落ちた。びっくりした俺。はい、藤井さんありがとうございます。今日の撮れ高、もう夏鳥たちが来ていました。夏鳥何かな。さあ何だと思いますか。夏鳥です。わあ桜満開やね。満開の桜です。千鳥は年中いるんじゃないですか。千鳥はイソシギか千鳥か分からんけど。ポチドリ、ポチドリは夏鳥なんですか。なるほどですね。はい、ピントピタってきました。ありがとうございます。片足上げてるね。ユーラシア大陸に広く分布していて、日本には夏鳥として渡来し、九州から北海道で繁殖しています。西日本以南では越冬しているものもいます。河川、池沼、水田など内陸の湿地で採取し、干潟や砂浜などなど海岸へ出ないことが普通。あ、海岸へ出ないことが普通なんだ。なるほどですね。翼広げると44センチもあるの。コゲラが全長15センチ、コゲラより1センチ大きいぐらいか。
だってあんまり大きくないけど、翼を開くと44センチ、やっぱ渡りをするから羽が大きいんですね。ピューピューって鳴くみたいです。ピューピューって鳴くみたいです。カラーはコゲラと同じくらいって言ったらちっちゃいですよね。コゲラちっちゃいもんね。コチドリだそうで、コゲラと一緒ぐらいか。羽広げると44センチ、44センチ、水槽ぐらいある。45センチの水槽ぐらいある。44センチの水槽って幅結構広いよね。東風、マスクをしてるような顔で面白い。はい、ありがとうございます。はい、藤井さんからいただきます。可愛い顔してるね。今ちょうどまさに満開っていう感じですね。結構広いよこれ。広そうに撮ってるけど広いやろ。これは真ん中のこの子は大サギなのかな、中サギなのかな、サギなのかな。中大サギ、中サギ子さん。黄色い指があるのがコサギ。中サギと上が大サギ。くちばしが長いのが中サギ。大サギは、中サギが短いか。大サギが長いんやね。あ、これ大サギやね。くちばし長いですね。なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。おサギは小さいですよね。はい、ありがとうございます。大勢もう一回出そうか。こっちが、thank you.
大山も雪溶けましたね。大山のふもとでバーベキューをした。雪の中でバーベキューしたね。あのね、島根ってね、屋根がね、茶色の屋根なんですよ。高知はいぶし銀って銀色の屋根が多いんですけど、島根はね、茶色の屋根が多い。ガードレールの反射板にビビってた、あの頃。え、そんなあったかね。それ何の話やったかね。ああ、ガードレールの反射板にビビって。いやだから多分文化の違いなんでしょうね。森の中に目が光ってそう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 。気待ち、ビビったよねあれね。なんか光ってる、なんかおるでって、なんかおるって。俺クマが出たんじゃないかなと思ってびっくりしたよ。はい、大山で。あの島根とか鳥取の人っていうのは、うちから見える大山が最高、みんなそういうらしいですね。うわ、わしんくの、あ、そら高知の人間か。私んところから見える大山が最高ですよって皆さん言うみたいで。大山は何合目まで車で行けるんですか。頂上までは行けないんでしょ。ここにも琥珀鳥が来てたんですか。5合目ぐらいまで。岡山から総社通り、中国自動車道。大山。大山スキー場があったよね。道の駅大山ってどこだった。
っかこの辺りやない、この辺りでどっかせやで藤井さん、どっかこの辺りで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 どっかバーベキューしたんやない。この辺りやね、このエリアやね。でも道がこう2つに分かれてるとこやったね、2つに分かれてる。こんなとこまで行かなかったもんね。ここや藤井さん、こことちゃうのここでここでバーベキューしたやない、ここや。そやで、これやで。この木の下でバーベキューしたや。多分ここやで。でガードレールが光ったっていうのはここら辺や、どっか。ほらほら、こんなとこやね。この木の下でバーベキューしてて、これ上見たら星が見えたもんね。ストリートビューで見てみよう。ストレートビューで見てみようって絶対ここやで、これ。お、車でなんかしてるやん。ここ。ここでバーベキューしたよ。俺テント張ろうとしたけど藤井さんが、久々さんやめましょうよ、車で寝ろって。ベンチもあったし、まさにここですよ。ここに車止めてすごいな、見つけたよ藤井さん。場所こんなんやったんや、夜適当に走ってね。ええとこ見つけとるやん、これ。世界のクリプーちゃん、こんばんはでーす。うまいね、これやこれや。いやー懐かしいな。夜中に飯食わないかんよね、肉が残ってるから焼肉しようよ。懐かしい。これどうやったもん。全然あの土地勘ないですよ。適当に降りてどっかバーベキューできそうなとこ探そうって
探して考えてみたら心当たりしかないやん。上行ったらリゾート、ペンションリゾートとか大山リゾートとかええとこ見つけて藤井さんがビビってね、ここ国立公園だから火を使っては逮捕されちゃうって。なもん大丈夫畑もあるし、畑で野焼きもするやろって、人家があるから大丈夫やで、国立公園はもっと上やはいはい、ありがとうございます懐かしいな。はい、ありがとうございます。そんな撤収するから大丈夫や山の中でしたったとわからん。しかもベンチがあってどうぞお使いくださいってやってるからね。野崎の足跡もありましたよね。はい、ありがとうございます。はい、今日のお題です、鰹節は世界一硬い食品としてギネスブックに記載されているそうです。え、そうなの。お題です。あなたが硬い食べ物で食べているものは何ですか。ダイエットにもいいそうですよ。これはダメやで、俺にはダメや。でもせんべいは好きかな。雪全粒粉スパゲティ、これ硬いの。硬い硬いスパゲティなんか食えないやろ。鰹節はね大好きですよ。本節のことなんやろね。釘が打てるって言ってたから本節、枯れ節。あれ鰹節って知ってた。カビ生やして作るんよ、緑色のカビ生やして。カビが栄養分を吸ってそれでカチンコチンになる。フランスパンが、フランスパンはけどローソンのフランスミルクっていうやつはちぎれるフランスパンって書いてるやつはあれは食えるよ俺でも。フランスミルク、ちぎれるフランスミルク、瓦せんべい、瓦せんべい、スパゲティな、鰹節。はい、9件コメントいただいています。ももさん、パンが好きなのでフランスパンよく買って食べてます。まあでもほら、焼いたらサクサクになって美味しいやん、フランスパンね。明太フランスがいい。明太フランス、クリームポードルさんが送ってくれたチューブの明太、あれを何にでも塗って食べたらよろしい。世界のクリップーちゃんです。フランスパンはよく食べます。北九州のメーカーで片パンっていうのがあるんですが本当に硬いです。これはほら、なんや、乾燥させたパンがあるやん、パンに入ってる非常食の、あれ硬いやろ。あれ何、なんて言ったかね、あれ片パンやったかね。パンに入ってるやろ。こんななちゃん、硬い硬い。
カルディで売ってる明太スプレッドが美味しいです。乾パンか、乾パンか、あれは乾パン。はい、ポンナナちゃん、硬いパンを見つけると買ってしまいます。レーズンとくるみが入っていたら買う。あとは脂身が多い肉より硬い肉の方が好き。俺すごいこと思い出した。昔いや食事中の方いたらごめんなさい、机の中へパンを隠してる生徒いなかった？あれ何の時やった？机の中からパンがどっさり出てきて、お、硬い硬いパンになって毎日給食を残したら怒られるから、パン隠しとったやろうね、机の中にこっそりこっそり。いやー、これ机の中パン隠してるやついたよ、小学校の時。誰やったかは覚えてないけど。女なちゃん、買ったいパン見つけると買ってしまうんだ。レーズンとくるみが張っていたら買う。あとは脂身が多い肉より硬い肉の方が好きで。これほら、クジラの肉、安いクジラの肉、安いクジラの肉は硬いで。ジャングルノートさんです。軟骨ですね。噛まずに飲み込んでますが、軟骨は噛めるやろうけど、軟骨噛んで割れたよ、俺。だから今、軟骨食われん。つぶりんちゃん、飴。飴って硬くないですか？噛めないので、ずっと溶けるまで舐めています。飴と、いや、俺言ったことあるかもわからんけど。あれやで。甘露飴。マジで俺、甘露飴で死によったことがある。甘露飴が気管へポコンって入ってね、これしゃあないから自分でポンポン飛んだんよ。そしたらポーンって甘露飴がポーンって飛び出て、俺息ができになって死ぬかと思ったよ、マジで。甘露飴が飛び出た。ジャンプしてハッて吐いたんやろうね、パーンって。いや、あれはマジで死ぬかと思った。硬いものといったら芋けんぴ。実際歯が欠けました。歯医者怖くていけません。いや、これね、芋けんぴも確かに硬いけど、芋満月で歯折ったやつは何人もおる。芋満月ほんまいよ、芋満月。いや、だからお年寄りがさ、餅を喉へ詰まらせてとかあるじゃないですか。もう俺も年寄りの息やけど、だから俺餅好きやからね、本当にちっちゃく噛んで噛んで食べよる。芋満じゃない、芋満月、輪切りのやつね、揚げてあるやん。硬い硬いよ。ごま振ってるやつもうまい。芋満月。これ。これはうまいよ。金次郎の、うちの近くのほら、芋満月。これはうまい。マジでうまいね。でも歯が割れる。これで歯割ったやつ何人も知ってる、俺。俺は割ってないけどね。飴怖いよね。
雨って意外と怖いですよね。いやマジで俺あの甘露飴、これも子供の頃よ、中学生ぐらいやったんかな、甘露飴で、でこれ硬い硬いんですよ、芋満月、渋谷の芋満月、渋谷食品、これ紫芋の芋満月っていうのもある。あとねごま振ってるのもあったんやけど、あこれこれが懐かしい、これが渋谷の芋満月、一袋250円ぐらいやったけどね、今いくらするか知らんけど、お正月にボランティアの人が老人施設にお雑煮やお汁粉差し入れしたって自慢してた、嘘だなって思ったはい、いや芋満月これぜひ今度高知来たら買って帰ってください。いやこれ薄切りやで、薄切りやで、パリンパリンって食べる、これ結構うまい。はい、芋満月で、てっちゃんです。硬いものスルメは噛めば噛むほど味が出てきて酒のあてにもいいで、芋金いつも混んでて時間、あ東京にもあるんやろお店がね、芋屋金次郎、スルメ噛めば噛むほど味が出てきて魚のあてにもええ、これあのほらアオリイカのつる干したやつ、これ高いけどこれうまいよ、アオリイカの干したやつ。マイさんです。硬いものかつお節はよく食べます。削ってるから硬くないけど、そやろ、あのねこれマジな話、かつお節、かた節をお醤油の中放り込むの、お醤油の中に放り込むの、そんなにでかくなくてもいいけど、まあまあ醤油の中にかつお節放り込んどくとマジ美味しいよ醤油が。瓦せんべいも好きですが、俺卵せんべいが好きせんべい大好きです。歯が欠けたり折れたり。生き物好きの虎丸さん、ストレッチのできない人、これなんか質問と、え硬い食べ物で食べているものは何ですか？ストレッチのできない人。これなんか書きたかったんやろね。まあお餅でもあのほら薄いお餅とかやったらまあ詰まることもないような気もするけどね、ちっちゃくに切って本当にちっちゃく切って食べれるようにしないといけないし、もともと今施設にいる人って流動食じゃないと食べれない人ばっかりちゃうの。いやそんなん言われんけど、要介護3とか4とか
人だけやろ今入る。妖怪号 1,2 はもうあの卒業記念とか言うて卒業証書とか言って渡して自宅へ返してるやろ。だからね、老人ホームは結構昔水槽を置いてくれてたんですよ。水槽を置いてくれてた。でも、もう寝たきりの人ばっかりになったから、もう水槽見るもんがいない。だからもう老人ホームで残ってるとこってもうないんちゃうかな。残ってるとこ1軒か2軒ぐらいしかないや。昔はね、老人、徳老は多かったですよ、俺。徳老、四国島内、四国試験で結構徳老回ってたからね。ああ、認知症施設ね。そういうとこはですよね。はい。もうあの、徳老はね、今、妖怪ごと、案とか読んでないと入れてくれないから大変です。昔はね、老人ホームの中でタバコ吸ってるおんちゃんいたもんね。喫煙室があってビールも飲んでもいいんだって。晩酌もちゃんとついてた。はい、ももさん、家の親が施設にいたときは雑煮が出たけど、お餅は形がなかった。まあ、そうですよね、喉に使えるもんね。はい。さあ、今日の一等賞誰かな、誰でしたか。細井さんが4点で。はい、今日も細井さんだね。細井さんおめでとうございます。細井さん座布団です。もうお前本人が認知症になりかけてるのに、いや認知症になってるかもわからん。もうあの人生の終盤迎えてるからね。いた、キッチンで1日3本タバコ吸ってるおばあちゃん。あら、芋けんぴでありがとうございます。はーい。え、もう10枚貯まったの？細井さん。先週送ったやろ、もう10枚貯まった。早いな。はーい、じゃあ芋けんぴ買ってきとくわ。芋けんぴ買ってきても経費で落としてくれんからね。はい、ありがとうございます。なので3枚目です。昨日もそうやったもんね。はい、連続の座布団おめでとうございます。あ、芋けんぴでね、芋けんぴで確かに歯かくやつわかる俺。ああ、右の奥歯使っちゃダメや。で、細切り芋けんぴってあるんですよ。芋けんぴの、細切りの芋けんぴ。あれがうまい。細切り芋けんぴ。やっぱ渋谷のやつうまいな。まあでも、水車屋の、塩けんぴも結構美味しい。塩味じゃないよ。塩も入ってるけど砂糖ももちろん入ってるね。
甘くなかったら検品やない。南国製菓のやつが好きな。そうなんだ。いや南国製菓って、あ、南国製菓はオチのやつやった。あれ横山や。俺が買えるとしたら横山か渋谷ぐらいのもんやで。南国製菓は俺知らない。縁がないから。スーパーでもサニーマート、サニーマートのイノ店では南国製菓売ってるかな。これなんで？これなんで？これを変えない。水ぐるま屋と南国製菓って一緒なの？水ぐるま屋と南国製菓一緒なの？いや一緒やで多分。俺スーパーで買うから。横山の芋けんぴだけは口座があるっていうだけのことやから。口座が、昔の口座が残ってるっていうだけのことやから。取ろう思ったら取れるっていうだけのこと。僕よくね、タイへ持ってたキャラメル芋けんぴってあるんよ。キャラメル味の芋けんぴが、あれが好きでね、よくタイへ持ってってた。あれ芋けんぴ軽いやろ。バッグ入れてもかさばらんし、まあかさばるけど軽いからね。行きはバッグからやからね。水車屋と南国製菓一緒なんや。なるほどで。はい、ありがとうございます。久保川町商工会のメンバー君や。はい、皆さんありがとうございました。多分これで桜は今年最後やろうなと思います。桜見納めです。
さあ、皆さんの地域の桜のお便りもあったらぜひ送ってください。どうしようかな、明日満月撮れるかな。命を3日間ダメで、明日のお月さんも多分無理かもわからんね。八重桜が少し残っている。あ、八重はまだこれから咲いてるのもまだありますからね。はい、八重桜綺麗ですね。はい、皆さんありがとうございました。いい夜お迎えください。おやすみなさい。